です。壁をね伝っているパッチちゃん、おそらくですね呼んでこっちにやると来ると思う。あ、見た、パッチ、パッちゃん、パッちゃん、おいで。いた。足はね悪いんですけれども、あんな感じで普通に壁を伝りますね。パッチ、ほれ。パッちゃん、パッちゃん、普通に来ますね。パッチ、まあ何もないんだけどさ、マシュマロも何もないから来てもって感じなんだけど、パッチ、あ、何もないって分かったからあっち行った。どこ行ったかな。ああ、あそこの角のところにいますね。これ多分マシュマロをね持ってあげるとまた来ます。あ、来た、もう早いんよ。あっち、あいちゃん、ほり。なんか芸でも覚えたらいいんだけど、この子芸覚えないね。え、くれないのって顔してる。あいつ本当に後ろ足悪い子なんだろうか。やっぱね、ビッコは引いてるんですよ、後ろ足をね。でもそれでもですね、結構普通にこうやって前足だけでね行くんですよ。あのそこに置いてあるカゴに乗っかって、さすがにかわいそうだからあげようか。結構ね、こうやって手から食べてくれます。まあこれ離すとね持っていっちゃうんだけど、こうやって持っててあげるとちゃんとここで食べてくれます。あ、ハロくんがやってきた。ハロくん人の奪うんだよ。今ねペアリングしたハロくんがねマシュマロに気づいてやってきました。ハロくんはですね、人のマシュマロを食べるんですね。本当に奪い取るので、ちょっとだけね、やめてくれってなりますね。今はね、パッちゃんのターン。ほら、パッちゃんに怒られてるでしょ。ほら、怒られてるでしょ。はっちゃん、やだって。ほら、はっちゃん、やだって言ってるよ、ハロくん。ハロくんはね、人のお菓子を奪って、あえて喧嘩の種をね、撒き散らす子ですね。はい、あの、うちの小競り合いの、小競り合いの、原因はハロくんがやって人のを奪うからですね。ほら、切れてるもん。ちょっとね、ハロくんがしつこいんですよ、やって。あなたにはあげません。そういうことをすると。ダメなんだよ。うちのね、押し入れで散歩してる時の小競り合いの原因も、あいつが人のものを奪いに行くのが本当に喧嘩の原因です。で、奪われそうになるから最初に食べてる子はね、怒るわけですよ、今みたいに。しかもね、この子にあげてないわけじゃない時に奪い取るからね、またたちが悪い。仕方ないな、余ったやつ一個あげるよ。食いしん坊なんですよね。
でしかも一回全部口の中に入れて奪われないようにするんです。ああやって小汚いやつですね君は。まあそこも含めて可愛いところなんですけれども、ただ喧嘩の種をまくのだけはやめてほしいね。なので押し入れ散歩をねするときはマシュマロを持たないようにしてます。あのマシュマロの取り合いで喧嘩するんで、あの最近は押し入れ散歩ミルクにしてます。ミルクだと取り合いが起きないので、あの喧嘩にならないんですよ。あの大きい器に入れて飲ませるんで取り合いにならないんですけども、マシュマロだとね、その個数になっちゃうからね、1個っていう単位としてはね、個数になるのもあって、すると喧嘩のね種になるので、押し入れ散歩の時はマシュマロあげないようにしてます。今はねマシュマロね、パッちゃんのね動画が撮りたかったからパッちゃんにだけとりあえずあげましたけど、まあ、って言ってハロくんにあげたんだけどね。本来だったらハロくんにもパッチにも1個ずつあげたりしますが、ハロくんね食べるの早いんで、パッちゃんがねゆっくり食べてるやつを奪い取りに行ったりはします。うん、だから本当に喧嘩の種産むからねやめてほしいのよあれ。ちなみにあの春とうららもその喧嘩はしますね。うららちゃんが今あれ誰だ、ハロくんが飯食う、じゃあ春くんか、春くんが飯食ってますね。春くんとうららちゃんも春がね食べるの早くて、うららが食べるの遅いんで、うららの奪い取ったりしますね。うん、あれもやめてほしいんだけどね。ほんとね、うちの喧嘩は、お菓子のみです。おやつ取り合いの喧嘩だけ。それ以外ではね、自己喧嘩してるのは見たことないですね。基本仲良し。6匹でね、押し入れでたまに散歩を渡させるんですけれども、6匹で押し入れさんに散歩させて、ミルク入れておけば、喧嘩はほぼないです。みんな仲良くやってますね。まあ、うちだけの可能性があるのでね、あんまり真似してほしくないところですけれども、ちゃんと様子を見ながらね、もし真似するって、やってみたいって思うんだったら、本当にこう、なんだろうな、喧嘩した時にすぐ話せるような準備とかもした上でやってあげるといいと思います。まあ、やってみたいと思う場合はね、ただ基本はまあ、あんまりやんない方がいいんじゃないですかねって思いますけども、まあ、私はね、安全を考慮した上で6匹一緒にね、遊ばせて、押し入れで遊んでおりますけれども、まあ、うちはね、仲良くできてるっぽいんで、まあ、そんな感じですね。本当何回押し入れの散歩で、こう、いろいろやって、実験してますけども、うん、お菓子の取り合いの喧嘩だけ。はい、っていうところでございます。やっぱり、マシュマロの取り合いはしたね。いや、パッちゃん可愛いね。うん、ちょっと話が逸れてしまいましたけれども、今日はね、パッちゃんがね、ああやって、おいでーって言ったら来るので、ちょっと実際にやってみたという動画でございます。うちはパッちゃんって言って呼んだら来るんですよ。で、手近づけたらね、手に近づいてくるので、ほんと可愛い限りです。ちなみに、あれをやって近づいてくるのは、うちはパッチと、あと、ハルくん。ハルくんおいでーって言ったらハルくんも来るし、あとは、ウィンちゃんですね、をやります。ハロくん。今のいた旦那さんね、男の子と、うららちゃんと、ギョロメちゃんっていう子は、あんまり来ないかな。ギョロメちゃんは、たまに、マシュマロに釣られてきます。ハロくんもマシュマロに釣られてきます。で、うららは、あまり釣られません。一番ヤバくるのは、パッチとウィンの2匹かなって感じですね。はい、っていうところでした。ちょっとね、実際読んでみて、来るかどうかね、試してみた動画でございます。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok、やってますので、よかったらそちらの方フォローお願いします。最後の最後に噛みました。はい。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンドでした。バイバーイ。